寺四国一万蔵は、秋田県小松郡秋の宮村出身のもと、大相撲力士、第38代横綱。本名は、に一万蔵で、後に、王の一万蔵となる。1919年1月10日に、秋田県小松郡秋の宮村の農家で生まれ、秋の宮第一人情小学校を卒業後は赤業で、ある農業を手伝う。畑作業で土を掘ったり、 収穫した野菜などを運搬するうちに力がつき、1930年の夏に秋田に街道ありとの評判を聞きつけた母の登園である伊勢ヶ浜から熱心に勧誘されたが入門外屋で逃げ回り、伊勢ヶ浜が訪問している間は実家に近寄らなかったほどだった。やがて話し合いの結果、体重は24巻に達していたものの身長が5尺3寸で、 検査基準の五尺五寸に達しなかったことから、高等小学校を卒業するまで待つことが決定した。しかし、1932年1月6日に勃発した、春十円事件に相撲協会全体が対応せざるを得なくなったため、伊勢ヶ浜も巡業に行く余裕などなかったことから、秋田の街道のことなどすっかり忘れていた。1934年の冬に、 伊勢ヶ浜の一行が湯沢へ巡業した際に、秋田の街道のことを思い出し、巡業の合間に、街道のもとへ再び出向いた。今度は全く逃げ回ることがなく、街道の父が亡くなった直後だったことで家計が苦しく、自らの体格を活かす仕事に就きたいと考えていた。ため、もう反対する母を強引に押し切って伊勢ヶ浜部屋へ入門した。1935年1月場所で、 初土俵を踏む。執行名は、同郷で同部屋の国道鉄太郎を逆にしたのが元で、あるという。最初はなかなか番付が上がらず苦労していたが、畑川国七郎から、エビオス城の服用を勧められてから強くなり、以降は、伊勢が浜との二人三脚の指導で順調に出世した。当時の史上最年少記録をすべて更新したまま、1939年、 5月場所で新入幕を果たすと、その場所を11勝4敗の好成績で注目される。場所後中水炎を悪化させたことで手術を受ける、必要に追われ、一時は生命の危機に瀕するも母が上京して看病した、おかげで1週間の渾水状態から意識を取り戻し、4ヶ月の入院を経て、見事回復する。退院後の巡業では塞がりきらない傷口にガーゼを、 当てながら土俵に立った。翌場所は男女の川上りんから金星を奪って12勝3敗の好成績を上げると、わずか所要に場所で小結びを飛び越して、関分けに昇進した。寺四国の快進撃は止まることを知らず、その後3場所11勝4敗12勝3敗13勝2敗として大関に昇進。 二十二歳零ヶ月での大関昇進は当時としては史上最年少。特に九百四十一年一月場所は母が脳一血で制御した振動で風にかかり四十度の熱を出した中での活躍であった。新大関でも十二勝三敗の好成績を挙げた。関脇時代のテルクに大関に場所目となった九百四十二年五月場所番付を見た寺志国はそれまで。 双葉山正田寺と同じ、片屋にいたが、この場所は反対側に回されていたため、本人曰く、こっちに回ったら、双葉山に勝たないと横綱になれない。でも自分には、到底勝てそうにないと弱音を吐いていたが、十四日目に、その双葉山正田寺を下手投げで倒し、結局、この場所の優勝は、西王関である、安芸の海節夫と双葉山正田寺の対戦で、決まることになり、 双葉山サダが勝利して、両者とも13勝2敗、番付上位優勝制度によって、双葉山サダが優勝した。寺四国は前田山英五郎を倒して13勝2敗で、安芸の海節をと優勝同点とした。寺四国の土俵入りここまで、寺四国に優勝経験はないが、安定感のある成績と双葉山サダを倒した星が、変われて、事実上の優勝者と判定されたため、 場所後に、安芸の海節音と揃って横綱へ昇進。この時23歳4ヶ月で、梅形に藤太郎の持つ最年少横綱の記録を39年ぶりに更新した。新横綱となった1943年1月場所は、双葉山育ちに唯一の黒星をつけられて14勝1敗に終わり、双葉山が全勝のため初優勝を逃す。その後も成績は、 安定しているが、第二次世界大戦による食糧事情の悪化に加えて、敗戦による影響もあって体重が激減したり、終戦直後も糖尿病や左肩、左膝の故障が多発して、優勝はできなかった。東京大空襲で持ち家を3件消失する、1948年10月には、引退後の部屋新設に向けて、土地を購入するも詐欺に愛代金の二重払いを、 強いられるなど、私生活でも災難に見舞われた。それでも1950年9月場所は13勝2敗で、吉羽山順之助との優勝決定戦を制し、横綱昇進から8年後に、悲願の初優勝を達成した。1951年1月場所には全勝優勝を達成し、この連覇によって優勝なき横綱の汚名を返上すると同時に、 優勝学復活第1号を飾ることになった。その後は無傷だった右膝も故障して優勝がなく、1953年1月場所には、糖尿病の悪化に胃潰瘍が加わって3日目から、休場、同場所14日目に現役引退を表明した。引退後は年寄り、荒を襲名し、同時に師匠から全弟子を譲り受けて荒磯部屋の看板を掲げ、 伊勢ヶ浜の退職後は、伊勢ヶ浜の名跡を継いで伊勢ヶ浜部屋を経営した。部屋では、稽古土俵を2面設けるなどの新しい方式を打ち出したほか、京里、秋田県を中心に、スカウト活動も広げ、清国勝を、海流山菅野章をはじめとして何人もの、幕内力士を育てた。伊勢ヶ浜部屋は、増築を重ねた結果、百六十八年以降は六階建てにまで達し、 三階は、弟子の再就職窓口となった。また、日本相撲協会では、理事として長く大阪場所部長を担当したほか、カスガノが、協会理事長に就任する際に対立候補として、擁立する動きがあり、予備選では、カスガノと一票差まで詰め寄るが、テルクに本人が辞退したために実現しなかった。1977年3月20日、春場所開催中の理事会を終え、 大阪市内の宿舎に戻った直後に突然倒れて、救急搬送されたが、急性心筋拘束によって58歳で急止した。秋田県湯沢市にある寺市国の聖火大砲後期の登場以前に多くの最年少記録を書き換えた名横綱である。相撲人形のような色白の巨体が徐々に赤みを増していく様子と、リズミカルな取り口から桜色音楽と呼ばれた。大野古服が、 土俵につきそうなほどに低い平雲型の仕切りからの、突き押しと出足は、双葉山定地でも裁くのに苦労したほどで、対双葉山定地戦の成績にも現れている。双葉山が横綱免許を授与された翌年に死亡した、玉西木三上門と、横綱時代は球場ばかりだった武蔵三部を除けば、双葉山定地に唯一勝ち越した力士である。双葉山定地の横綱昇進以降、 三回敗れたのも、横綱同士の対戦で敗れたのも、寺四国だけだった。重心が低くて、足腰が柔らかく、下手に釣り上げたりすれば43巻の体重が相手に、かぶさりをしつぶされたという。ただし、羽黒山政治には通算で6勝8敗と、負け越しているが、これは、戦後の前世紀に、寺四国が体調を崩して6連敗したことが、響いている。 テラシ国が肥満体になったのは三段目時代に心臓病を患ったことで医師から激しい稽古を制限させられたためとも言われている。小坂秀治の表した昭和の横綱によるとテルクには非常に慎重な人柄で相撲ぶりにも現れていたという終戦直後、大阪へ行く時には3時間前から東京駅に行って列車を待っていた。 戦後の混乱期といってもそこまでする人はいなかったが、寺四国曰く8時間を立ち通しで行くことを考えればはるかに楽。寺四国を語る上で欠かせないのが成績の安定感で15日解禁して10勝未満で終わった場所が一度もないのは早々真似できるものではなく10勝5敗でさえ万年に2度記録したのみで他の場所はすべて11勝以上を達成している。 味方によっては、戦前まで行われていた15日解禁の場所になれたまま、戦争の影響で15日間の本場所を開催できない時期と不調が重なったとも考えられる。ABCDEFGHIJK ベースボールマガジン社大相撲名門列伝シリーズ、立浪部屋 P30?ABCDEFGHI 北新道出版。 昭和平成大相撲名力士百列伝32ページから33ページ、ABCDFGH e や秋田伊佐新報、日曜連載、秋田が生んだ横綱テルクに物語1961年、9月場所後に、同時昇進の柏戸ワ強し、大砲後期は当時それぞれ22歳9ヶ月と21歳3ヶ月で、テラシ国の記録を更新。2015年現在の記録は、 北の海敏満の二の21歳2ヶ月。この時、支配を抱いて、優勝額を背後に撮影された写真が現存する。左肩関節打撲及び捻座により6日目から、途中9条、神経痛、死痛により6日目から、途中9条心臓楽器により7日目から、途中9条左膝関節打撲により10日目から、途中9条左膝関節負傷に,により4日目から、 途中休場右膝関節負傷、糖尿病、顔面神経痛により全休、糖尿病により12日目から、途中休場、糖尿病、肝房により3日目から、途中休場。ありがとうございます。